設計は、まあ、耳で聞く音の効果が重要なんですけど、我々人間は耳で聞いてるだけではなくて、目で見ながら聞いてる。だから見た目の印象も重要なわけですね。で、こういうコンサートホールでステージが、いろんなお客さんからいかに近いか、ということを音響的に設計する上で重要な点なんですけども、ただ音響的に近いかだけではなくて、その見た目も近くなきゃいけない。It really inspires all us musicians to do our best, and also inspires the audience to be very attentive for the quietest moments and the full power in this glorious space and acoustic.